どうも、いい年こいてダンスやってるアズと申します。今日は、この前やったリズムトレーニングでもうちょっと出てきました、ダンスに絶対必要な、技術、ためる動き、ためについてレクチャーいたします。アップとダウンやります。そんな難しく考えないでください。ちょっと横を向きます。まずソウルステップのポップコーン、こういう動き、ワン、ツー、ワン、ツー、分かりますよね。横ついて後ろ、横ついて後ろで、今度これにアップをつけます。アップ、アップ、アップ。ソウルステップのポップコーンはアップは入れません、ダウンも入れません。だけど今やろうとしているのはための動きをやろうとしているので、あえてアップを入れています。で、ここで溜めます。前で溜める、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、エイト。今度後ろで、あ、そうだ、かかとから行ってこうやって、分かる、これ前にずっと前に教えたけど、こういう1、2、3、4、かかとを軸にこうぐるっと回すやり方、こっちの方がためが使いやすい。後ろで1、2、3、4、5、6、7、8、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 
普通にため何にも考えないとこうです。ワンツワンツジャンジャンジャン、これをためを意識するとギリギリまでこう粘る感じ。やっぱね、あのための技術を知ってる方がダンスうまく見えるとは思うんだけど、どうですか？何にもためないところです。ワンツーフォーワン、爽やかな感じ、エアロビーみたいな動きになる。これはちょっとこうためワンツーフォーワン、前でもためてるし後ろでもためてます。ここ両方ためてます。これちょっと音でやってみるか。はい、音ないと分かんないね。前についた足でためて、後ろはちょっとつくだけ。前をためます、はい、5、6、こっちからためて、ギリギリまでためる感じ。足をためます。前はチョンで後ろ、難しい。で、今度さっきやったこのかかとからいってこう、このように開くやり方、これでちょっと後ろためてみます。見る動きがあるとちょっとこうおっってこうなんか雰囲気が変わるので、ね、はい、以上です。まあ、もしちょっと興味ある方は練習してみてください。以上、ためのグループでございました。ご視聴ありがとうございます。